27回目の夏季ユニバーーシアードである火山はこれまでの開催地では最も北に位置する。過去最大となる162の国、地域から1400人を超える学生アスリートが27の競技に参加した。火山はこれまでに2度ユニバーシアード開催地に立候補した。最初は2011年大会で新選手にわずかに評差で涙を飲んだ。 2013年大会の開催地には、火山のほか B5、甲州の3都市が立候補し、2008年5月31日の理事会にて決定した。旧ソ連崩壊後のロシアでのユニバーシアード開催は、夏冬通じて初となる。本大会に向けて、火山国際空港は、ハブ空港として、全面的に再構築された。すなわち、 火山2ターミナルが新設され、これまでの火山1ターミナルがリニューアルされた。火山1ターミナルと空港間には、シーメンス製の高速空港鉄道が開業している。大会会場ゾーンへは更新された高速道路と、新設された LRT で結ばれる。選手村選手村の収容辞任は14,500人で、火山連邦大学のキャンパス内に建設された。 2010年の開装以来、約400回の様々なイベントが開催されてきた。本大会では27の施設が新設された。64会場で競技を実施したが、このうち36施設は、特にユニバーシアードのための施設である。64会場は、火山の4つのゾーンに集中しており、ポベダ・アベニュー・ゾーン、ウォータースポーツが開催されるアクアティクスパレス。 コンバットスポーツパレス、そして、選手村があるオレンバーグスキートラクトである。また、トレーニング用の施設も多く用意された。主な会場は、下記の通りである。聖火リレーは延べ10万4000キロメートルを、多くのランナーによって行われた。五大陸51都市を経由し、聖火は1月24日に、ウラジオストックに到着。翌日から、 ロシア国内のリレーが開始され、7月までリレーが続けられた。聖火は7月6日夜に開会式典の会場である火山アリーナに到着し、エカテリーナガモアラ4人により聖火台に灯された。メダルメダルはユニバーシアードのロゴとエンブレムでかたどった地球のデザインであり、外側にユニバーシアードのスローガンをフィーチャーした円形のリングがついている。 2週間の大会期間中、351セットのメダルがメダリストに授与される。開会宣言を行うウラジミール・プーチン。開会式は7月6日に、閉会式は7月17日に、ウラジミール・プーチンとドミートリー・メドベージェフが臨席し、収容時に4万5千人のルビンスタジアムで執り行われた。 式典で、ロシアのアーティストたちが華やかなショーを繰り広げ、特に閉会式では、韓国の男性グループ XO が、彼らのファーストアルバム XOXO から、タイトルナンバーを歌い彩りを添えた。閉会式でお目見えした気球。参加162カ国、地域の国旗を縫い合わせて作成されている。参加エントリーした国地域の一覧を書きに示す。内の数字は、 参加人数である。最大の選手団を送り込んだのは、ロシア、ウクライナ、アメリカ合衆国、日本、中国である。該当の看板今大会では、史上最多となる27競技が実施された。オプション競技の中から、バドミントン、ビーチバレー、ベルトレスリング、ボクシング、カヌー、チェス、フィールドホッケー、七人制、ラグビー、サンボ、射撃。 シンクロナイズドスイミング、想定、重量上げ、レスリングが選ばれた。このうち、ベルトレスリング、ボクシング、サンボ、7人制、ラグビー、シンクロナイズドスイミングは、大会史上初の開催である。以下に実施競技を示す。内の数字は実施競技数である。2013年7月17日現在の、獲得メダル数は、下記の通り開催国は、 背景をラベンダーブルー色とした。ロシアは金メダルのほぼ半数を獲得した。金銀銅の総メダル数でも全体の4分の1を占めた。この理由としてロシアメディアは19人のオリンピック優勝者たちが牽引した結果であると説明している。ロシア中央銀行は本大会を記念して記念硬貨を発行した。 内訳は3ルーブル、25ルーブルの銀貨及び50ルーブルの金貨で合計1万枚の硬貨が市中銀行に供給された。ありがとうございます。